はいどうも、発狂マシンガンのやすです。今回は今週のエピック予想ということでやってまいりました。ということで今回もしっかり当てていきたいと思います。ということで前回がですね、オランダトリオということで外してしまいました。本当に申し訳ございませんでした。もう一週前にね予想してたんですけど、まあ、ちょっとずれちゃったね。ちょっと正直難しかった。今後のイベント予定とかがなかったので、ちょっと難しかったですけど、まあ当てれなくて申し訳ないですね。というちょっと今回はね、だいぶ当てれる可能性高いと思ってるんでね、まあ、ぜひ最後まで見ていってください。まあ能力予想とかもするんでね、今回も少しリーク情報にはなってしまうかな。まあ選手予想はね、ほぼリークではないと思うんですけど、まあ能力予想はまあリークにはなってしまうんでね、まあそこだけは気をつけて見てもらって。まあ見たくない方は動画閉じてもらってということで。まあ最初にチャンネル登録と高評価本当にお願いします。マジでお願いします。ということで、早速予想やっていきましょう。ということで、まず、この今後のイベントですね。これ見ると、8月10日ですね。これ木曜日。これ見ると、スペインリーグということで。でもこれほぼね、もう確定だと思いますね。で、まあそれなぜかというと、まあ e フットボール公式の方からもう情報だいぶ出てて、そのシーズントレーラーっていうかな、なんかその今シーズンこのフェーズ中にこういうのが来るよみたいな、そういうなんか動画があるんですけど、まあそこにねもうだいぶなんかエピックもいてて、まあそれプラス公式の情報でね、もう今後来るエピックがもう書かれてて、まあそこでもオランダも来たんでね、だいぶ絞られてて、今後の配信予定選手見ていくと、まあこんな感じでいて、フリットはまあ出ましたと。で、サビオラ、カカが、まあ、今後来るよと。ビッグタイムで来るのが、ファンバステン。まあこれ来ましたね。で、リバウド、インザーギということで、まあ今んとこここが、もう確実にこのシーズン期間で来るよと。もう記載されてるんでね。もうこれだいぶ予想しやすいです。で、まあここを見ると、サビオラとリバウドが、バルセロナということで、まあ、今回のスペインで来る可能性がもう 99% ぐらいだと言ってもいいぐらい可能性が高いと。で、あと一人誰だと考えた時にシーズントレーラー見たところ、選手いました。今週はもうバルセロナでほぼ確定かな。まあ3選手もほぼ確定かなということで、まあ、今回はもう外さないんじゃないかな。これで外したらもう萎えるよ。ということで、もうこっからは3選手ほぼ確定したということで能力予想やっていきたいと思います。はい、ということで能力予想やっていきましょう。一人目がクライファートですね。この選手がシーズントレーラーで発見された選手ですね。はい、ということでクライファート予想レベル28ぐらいかな。まあ、TS 薬人総合値98か99いくかなぐらいかな。で、ポストプレイヤーということで。エピックでポストプレイヤーっておる？今までいたか？なんか滅多におらん気がする。まあ、そう珍しいですね。で、まあ、能力は大体こんな感じで、なんか結構万能型なんか、なんか全体的に高いみたいな感じで、オフェンス高くて、まあ、ドリブルも結構高そう。で、パスもまあ、初期でこれぐらいあって、まあ、決定力も高いよ。で、まあ、スピシャル80前後ぐらい。で、フィジカルも普通にあるよって感じで、まあ、こんな感じかな。で、まあ、スキルもまあ、悪くはなさそうかな。ワンシューヘッダー、ミドル、ワンパウトスピード。悪くなさそうですね。初期値が、まあ、大体こんな感じですね。まあ、初期は決定力とフィジカルが結構高いって感じかな。まあなんかポストプレイヤーって感じですね、なんか。まあ、身長は結構高めなんですね。まあ、逆足も使えるって感じで。まあ、悪くはなさそう。まあクライファートは、もうウイレ時代から引き継がれたやつなんかな。まあ、一応これ能力見とくと、まあ、大体こんな感じなんで、まあ、やっぱ総合値は98、99ぐらいかな。はい、ということで、お次、サビオラということで、予想レベル28ぐらいかな。まあ、もうちょい高かったらね、やばいことになるよ。で、ちょっと待って。この選手がね、ちょっとマジでやばい。能力がマジでやばくて、まあ、予想ですけど、大体見ていくと、オフェ線が高くて、ドリブルがバカ高いよと。で、まあ、パスの初期でこれぐらいあって、決定力も90乗ってくる。で、スピードも高くて、この瞬発よ。で、フィジカルも70乗ってて、ボディバラも高いよと。これでライブレ。これやばない？ちょっとこれね、ぶっ壊れな予感してるんよな。正直これやばいと思う。まあ、レベルもね、結構控えめにやってるつもりなんでね。マジでちょっとやばい気がする。なんで総合値こんな低いんやろ？この能力で、なんでこんな総合値低いんやろ？ちょっとわからんけど。スキルも、ダブタワンシューあるよと。足裏もあって、めちゃくちゃ良くない？瞬発高いね、ライブレって。もうね、抜け出しがやばいんよ。
でそこにドリブル能力あって決定力オフェンススピードあったらもうやばいでしょ。正直ね一番期待してるこのバルサのエピックで、やっぱライブレってね今の環境めっちゃ強いからね。で、まあ、逆足はちょっと微妙やけど、まあ、身長が低いよと、だからまあやっぱ使用感もめちゃくちゃいいんじゃないかな。まあ、理不尽感は、まあ、多少はなくなっちゃうんかもしれんけど、めちゃくちゃ使いやすそう。今サビオラは初登場ですね、だから予想はちょっと難しいですね。ただ初期値でこれあるからね、やばない。初期でこれやばない。ドリブル80あって決定力も80あって瞬発も高いって完璧なライブレじゃない。スキル追加もしたらね より化けそうということで、ちょっとこれは期待ですね。で、まあ、一応まあバルサで比較すると、まあ、ライブレのこの絵と、まあ、これちょっと比較すると初期値がこんな感じですね。まあ、エトーと比べてやっぱドリブル系がバカ上がってるよと。で、まあ、決定力もそこまで変わらずパスは上がってるね。まあ、スピードキック力はまあ劣るけどボディバラバカ高なってるよ、プラス13。まあ、エトーと比べるのもあれなんかもしれんけど、まあ、同じライブルでバルサということで、まあ、このエトー僕使ってるんですけどバカ強いんでね、まあ、これビッグタイムですけどね、エトーに匹敵するレベルの選手なんじゃないかな。まあ、このエトーが初期総合値85でレベル31で、まあこれビッグタイムなんでね、まあ、総合値101いくんでね、まあ、サビオラも最低でもレベル26あるんじゃないか。まあ、TS 役人に総合値98はいくと思いますね。まあ、98もうちょい上がったらねこれやばいよマジで。マジレベル次第で化け物になります。で最低でもこの能力があります。最低でこの能力マジでやばいよこれ。でまあこの最近来たロマーリオ、これちょっと比較するとこんな感じで、まあ、ドリブルちょっと上がってて、まあ、パスも上がってる。それ以外はまあキック力が下がっててスピードもちょっと下がってて瞬発上がっててボディバラちょっと下がってるって感じで、まあ、結構能力が近いかなロマーリオと。まあ、スキルも、まあ、ちょっと劣ってるけど、まあ、ロマーリオがね総合値100いくんでね、サビオランワンチャン100いくんかな、いったらマジやばい今日。でもマジで能力がこんな感じでいってもいいと思うよ。まあ、なんか最近言われてるのは、まあ、ロマーリオの、まあ、ライブレ版みたいな感じで来るんじゃないかと言われてるんでね、サビオラこれだいぶ期待できますね。マジで楽しみ。ちょっと僕も取っちゃうかもしれない。はい、ということでラストビッグタイムリバウドということで、予想レベルっていうかまあ最低でもレベル28あるかな。うん、まあ、最低でもこれぐらいの能力では来るよと。いや普通に強いよね。まあ、最低でもやっぱビッグタイムは大体も TS 役時に総合値100いくと思うから、最低でも28はあると思いますね。普通に能力高いよな。まあ、残念な部分としてはやっぱナンバー10ってとこだけかな。まあ、それ以外はやっぱ能力高すぎるからね。もう ST の裏総合値100にいっちゃってるから、ね、最低でも100にいくから、まあ、能力に関しては結構やばいかもしれん、ね。多分もうちょいレベルあってもいいと思うからね。考えると能力だけで言えばめちゃくちゃ良さそう。でまあドリブルバカ高くて、パスもできて蹴ってる子あって、まあ、スピシュンもまあ80前後でフィジカルも普通に高いよと。まあスキルはダブタがないんか。まあ、ダブタはないけど今回アウトスピン、スルパとかあって、スキル追加で、まあ、ダブタワンパとか足裏とかつけたらめちゃくちゃ強くなりそう。まあレベル32とかいったらやばいよな。まあ、総合値101も意外とありそうやしね。こんなん言ったらやばいよね。でまあリバウド、ウイル時代から引き継がれたやつの能力見とくと大体こんな感じなんで、まあこれより強化されるって考えたらまあめちゃくちゃ良さそうですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやーちょっとサビオラが期待すぎる。まあこのガチャねほぼ確定だと思うんでね、まあちょっと楽しみですね。まあ、サビオラがねもう最低でもあれぐらいの能力あるって考えたらマジでやばそう。うわぶれたらやばいよあれ、ちょマジで欲しい。ということで、まあ皆さんの予想とか予想レベルとかねあればぜひコメントに書いていってください。ということで、よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。